こんにちは、時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は腕時計の、日常防水とか、日常強化防水とかもいろいろありますが、サビに注意が必要です。そのことについてちょっと、お話したいと思います。腕時計の、ね、サビって結構年数がですね経過してきますとね、どうしても防水機能弱くなってきます。今回ちょっと今日ですね、電池交換した時計なんですけど、お客様のね、こういう裏蓋開けて、これデジタルの時計なんですが、ちょうどこの右下ここね、ちょっと赤く錆びてるの分かります。パッキンの状態もあれですね、シリコングリスつけて、一応応急処置っていうかね、やっぱり年数経ってくるとね、やっぱり防水機能も、例えば日常強化防水とかでもですね、やっぱりこう防水機能落ちてきますので、やっぱりこう年数ある程度経過した時計っていうのは、ちょっとお水とかね、なるべくかけないようにしていただきたいということですね。いずれにしましても、中の方向で行っちゃうと今度、回路関係ダメになっちゃうんで、今度表示しなくなったりしますんでね、そういうこともありますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。